はい、シビックテックミートアップ2022いざ岐阜へようこそ。いやー、久々のリアルのイベントでこんなに集まっていただけるとは非常に感謝しております。で、じゃあここから私がですね、まず司会を務めさせていただきます。フォードフォー岐阜の石井です。よろしくお願いします。で、今日はですね、私の発表はノースライド、まあ、発表はスライドあるんですけど、今日の進行はノースライドでね、HackMD というのをね、皆さんと確認しながらいきたいと思います。で、皆さんね、さっきほど、ここの持ち物の中に黒い紙が入ってませんでした？ホームページって書いた黒い紙、ありましたかね？入ってるはずですよね。で、それの QR を見ていただくと、これと同じものが見れます。だから今日ここの会場に時間割とかね、何にも張り出してないんです。で、何にも張り出してないけど、各自がそれぞれ自分の時間割なりを、確認できるようにこの HackMD で全部見れるようになってます。で、そこに書いてあること以外やりませんのはずだからやりたくなったら HackMD ですから、皆さんご存知の方は書けばいいんですね。私これやりたいって思った瞬間書けばやれますので、ぜひぜひどんどんと書き込んでいただいて、イベントを企画していただければいいかなと思っております。で、最初に一番大事なことを言います。コードオブコンダクトっていうのがね、皆さんのも確認できるようになってます。ちょっとね、プロジェクターは文字がちっちゃくて見にくいかもしれませんが、私の方でちょっと読み上げさせてもらいます。コードオブコンダクトということで、行動規範ですね。皆様に心地よく、そして楽しく参加いただけるよう行動規範を設けています。私たちは性別、年齢、性的指向、身体的特徴、人種や職業、思想や心情や生き方、技術力や技術の選択、手法など様々な個人の在り方に対してハラスメントを許容しません。もしハラスメントや侮蔑的言動、イベントへの妨害となる行為や周囲を不快にする言動を取った場合、私たちは当該当者に退出を求めたり、今後の参加をお断りしたり、法的措置を取る場合があります。私たちはイベントのすべての参加者に対して行動規範に従うことを求めています。行動規範の全文はこちらのページでご確認くださいということで、まあ、この HackMD アクセスしていただいてですね、行動規範の全文というのも載っておりますので、皆様心地よくですね、特にこういったミートアップイベントっていうのはついハッスルしすぎてですね、今日残念ながらお酒は入らないんですけども、お酒が入ったりするとちょっとね、はじけてしまうっていうこともあるとは思うんですが、これを肝に銘じて参加していただければと思います。で、最初にタイムスケジュール的なことを言っておきます。まずですね、今4月16日土曜日ということで、ランチ食べましたね。美味しかったですか？うんうんとうなずいておりますのでね、会場の雰囲気が伝わってるのかな、多分ね、はい、なんとなく伝わってると思うんですけど、はい。で、非常に美味しいな弁当を食べました。で、この後ですね、ワークショップがいくつか続きますので、そので、大体17時過ぎですね、18時前ぐらいまでワークショップっていうのが続きます。で、その後18時ぐらいからですね、アフターセッションということで、交流会を予定しています。で、会の終わりは20時15分頃の予定になっています。まあ、アフターセッション参加されない方は18時ぐらいまででおしまいということになります。で、2日目、4月17日ですね、明日日曜日は、今度はですね、フィールドワークということで、この会場ではやりませんので、この会場に朝来ても誰もいませんので、皆さんご承知おきください。で、フィールドワークということで、いくつかのこの後ですね、企画を紹介していただく方にですね、こんなフィールドワークあるよってことで紹介していただきますので、どんなフィールドワークに参加しようだとかをね、今日今のうちにですね、確認しておくといいと思います。で、主なプログラムということで、
旅のしおり、これ徳永さんが作っていただいたんですね。みんな参加されましたか、旅のしおり。はい、ね、かわいいよね、これね、いいよね、なんかね、あの来る前にこの旅のしおりを見て、あのまあこんなことをやるといいかなっていうのをイメージできる、このハック MD よりもイメージできるかなと思ってます。ありがとうございます。で、あとワークショップがいくつか続きます。で、ランチ会ということで、先ほどお弁当を食べました。じゃあせっかくだから安田さん、どうでした、お弁当。めっちゃ美味しかった。はい、ね、一応これ岐阜の食材が使われていてですね、あのお肉は飛騨牛のはずですのでね、飛騨牛高級なお肉をね使って、おりますので、また楽しみにしてくださいということで、はい、じゃあ早速オープニングということで、私のターンでちょっと説明していきます。でようこそ岐阜へという話をしたんですが、そもそもこの話って私なんでやりたかったかっていう話を皆さんに伝えたいなと思っております。昨年田んぼっていうのを私ね、あのシビックテクの界隈でやってるんですけども、まあその社会や実態をその現場に行って探り歩くことっていうことで、27都府県ほど私探り歩いてるんですね。でこうちょっとね、はい、いろんなところで写真撮ったりしてます。で田んぼをする理由っていうのがあってですね、私は人と町を知り親近感を持ちたいと常々思っております。でそれはなぜかというと、岐阜を田んぼをしてみたくなる地域にしたいと、ここですね、この岐阜、この地岐阜を田んぼをしてみたくなる地域にしたいためっていうふうに私は思ってます。で次なんですけど、皆さんこう疑問に思ったことはないですかね。例えば今日本で80団体以上、もうそう多分90、もしかしたら100に届くかもしれないようなシビックテック団体が立ち上がっています。じゃあなぜこんなにも立ち上がっているんでしょうかと私ちょっと考えたんですね。でその中で、3つの特徴があるんじゃないかなと私思ってて、一つ目が集団性と、集団の中でルールを守って暮らすっていうことに日本人は長けているんじゃないかと。あと土着性ですね。やっぱり自分の土地や自分の土地で何かをしたい、要は誰か他の土地に何かするよりも自分の土地でその一つの土地に根付いて暮らすっていうのが合っている民族なんじゃないか。であとは同調性ということで、周囲の雰囲気に大切にして暮らすということをしているんじゃないかと。これを総合するとですね、日本人はシビックテックにとても向いている民族だというふうに私は結論付けております。でこういった民族がいるので、すごく様々な事例がある、だから私は探訪するんですね。でそこに行かないとなぜか出会えない人がいるんですよね。こうやって皆さんここに来てくれる方は意外と出会えるんですけど、どこ行っても、ただそこの場に行かないと出会えない方、多分今日ね初めて顔を見るって方いらっしゃると思うんですよね。だからそこの人っていうのがなかなか見つからない。であとはですね、今日来ていただいてすごく岐阜ってこんなところなんだと実感を持ったと思うんですよね。街の空気感、これを知ると意思の疎通がめちゃめちゃ早いですと。ああ岐阜の長良川ってこうだよねっていうだけでなんかね知り合いな気がするんですよね。あの金華山ってああだったよね、天気良かったよねとか、そんな話をするだけですごくあのその後がスムーズなので、人と街を知りましょうと。でこれそんなに難しい話じゃなくて、地元のメンバーのあいつとそっくりだとか、商店街が似ているだとか、駅前のお店が雰囲気似てる、これがですね親近感につながるんだと思っています。でこの親近感が湧くとですね、やっぱり興味が湧くんですね。その人に対しての親近感だったり、その地域に対しての親近感が湧く。私佐賀にすごく親近感を覚えてて、なぜかめちゃめちゃ離れてるんだけどすごく参考にしてるんですよね。そういう地域間連携っていうのが進む。だから親近感のネットワークがですね、人と街をつなぐんだというふうに私は考えています。でこの親近感のネットワークですね、皆さんで今日この場に集まって作っていただきたいと、これが私がこの会を主催した意味です。でそれをしたらですね、ぜひ地元を探訪してほしいんですね。岐阜ってこんなすげえ施設あってすげえよなって帰ってほしくないんです。そんなことないんです。岐阜観光で調べたらルルブで観光本なんか一冊もないですから、あのルルブに観光本一冊もないですから、なんか観光ですごいわけじゃないんです。
別に何ががすごいってわけじゃなくて、まずは地元を探訪してみて日常を探してくださいと。でその地元の面白さっていうのを自分自身の心持ち次第だと思っているので、その心持ちを変えて地元を探訪してみる。で地元の面白さを私のように誰かに伝えると。誰かに伝えてその面白さを知る人が増えれば増えるほど、その地域の地域力も上がっていくと。要はここに住んでいなくてもいいんです。例えば東京の人に教えます、そうしたことで、その地域力が上がるということがあると思うので、ぜひですね、人と街を知り親近感を持って地元を探訪してみたくなる地域にしましょうということで、私の発表は終わります。はい、ここからはですね、私の役目はもう一個だけ残ってるんですけども、皆さんに配ったこの旅ノートって私呼んでるんですけども、これにぜひ親近感の記録を残してほしい。これまっさらな文庫本になってるんですね。で文庫本になってるんで、詩を書いてもいいし、ポエム書いてもいいし、何でもいいんです。じゃあちょっとですね、やってみましょうか。じゃあその前後ぐらいで、人とまず交換ノートで、今日のお昼食べたお弁当で一番美味しかったものは何ですかって聞き合って、ここに書いてあげてください。もう一つ仕掛けがあります。もう一つ仕掛けがあります。こちらの皆さんにお配りしたパス、この一番下細かい字を読むとですね、これはがきサイズになってます。これはがきサイズになっててですね、私頼りということで自分に手紙が出せます。はい、で今日感じた旅先で普段ね感じないこととかをぜひぜひ、この裏面真っ白になってるんですけど、自分の住所書いて自分宛ての手紙を書けます。手紙というかはがきが書けますので、ぜひこのね、自分帰る前に岐阜の地で交換して、こんなこと感じたよとかね、自分はこうだったっていうことを書いて、このはがき私頼りっていうのを自分に当てて書いて帰っていただくとすごくいいんじゃないかなと。自分にはがきが届くって恥ずかしいかもしれないけど、やってみるといいかなと思ってます。はい、はい、ここからはこの後の企画一気見せということで、今回のイベントは一番すごいなと私は感じていることがあってですね、それは何かというと、運営委員が参加者の数よりも多いと。ね、みんな運営委員だと。まあ、いっそ運営委員って決めなきゃよかったかなと思いながらも、それならと思ってるんですが、で、この後は運営委員の方が順番に出てきてですね、それぞれの企画内容を簡単に1分で紹介しますんで、まあ皆さん聞いててください。順番に行きます。まず最初、この後ですね、13時からはですね、私のシビックテック活動紹介ということで、オンエアということで、この後ですね、いくつかのシビックテックの活用事例っていうのを発表いただきます。まあ、一つ目が私、二つ目が尾又さん、白沢さん、山田さん、上田さん、天川さん、シビックテック埼玉、白松さんという感じで続きます。はい。これはライトニングトークで各紹介をしていきます。じゃあ続いて、このその次の回ですね。よいしょ。こちらのイベントは徳永さん、吉川さん出てきてもらっていいですか。皆さん順番に出てきて紹介してください。次のセッションがシビックテックを温泉河原で青春ドラマっぽく語ろうというセッションで、多分行かれた方もいるかもしれないですけど、すぐそこにすごくいい河原があるので、そこでこれを読んだ方がいいか。すみません。そこで集まった皆さんで、少人数で結構深い話をしてほしいなと思っています。別に何かアウトプットを出してっていう会じゃないので、あくまで交流をしてもらって、じっくり相手のことを知るように話してもらいたいなと思っていて、とはいえ、例
話が持たないときはこのカードを用意しているのでネタをこうなんかパラパラめくってペアとかになった人と話をしてもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、吉川さん、一言。はい、Code4 岐阜の吉川と申します。私も岐阜に来て3年なんですけど、ここの景色が僕一番お気に入りでして、川を見ながら岐阜城も見えますし、なんか岐阜の思い出にこの景色を焼き付けていけたらいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、Code4 岐阜の横井と申します。次の企画はですね、東大対決、天下分け目は本当に月ヶ原なのかというタイトルでやりたいと思います。天下分け目の地として有名な関ヶ原なんですけども、岐阜ですね、結構東と日本西のですね、文化の分け目っていうのがありまして、そんな感じでですね、いろんなテーマで話をしてもらいながらですね、その岐阜が本当に境界線なのかといったところをですね、話をしてもらいたいなというふうに思ってございます。こちらもですね、実は話し合いのテーマあんま決まってませんので、こういうテーマで話したいなって方がいたらですね、ぜひそういったこともですね、提案してもらったらいいなというふうに思ってございます。よろしくお願いします。はい、白松です。5時からの企画でですね、町やブリゲードの歌を GPT-3 に作詞作曲させようというワークショップを予定しています。 GPT-3 というのは、結構5億円ぐらいかけて学習させた AI だそうで、それが、そんなに、高いお金じゃなく使えるようになってるんですけども、それを使ってですね、コード譜を学習させて、キーワードとか曲名を指定すると、作詞作曲してくれるようなウェブアプリを作りました。今朝動くようになりました。で、今スライド作ってるんですけど、みんなでですね、こう適当に考えた曲名とアーティスト名とキーワードでこう作詞作曲させてですね、この AI 君に作詞作曲させてですね、で面白いのがあったらオープンデータ化しようというのをやろうと思ってます。よろしくお願いします。会場で編み物を飾ろうヤーンボミング研究会と言います。Code4 岐阜手芸部から来ました堀川と申します。ヤンボミングとは、カラフルな編み物や紙かぎ針編みで使った、ストリートアートのことです。いろいろさまざまなものを、編み物でくるんで編みくるんでしまいます。初心者でもできる弓編みのミニアワークショップもやるので、休憩時間に遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私は突撃隣のシビックテックスで、多分年代もあるんですけど、桂与之助の突撃隣の晩御飯とか毒町三代のミュージックプレゼントみたいな、そんな突撃して皆さんの今日の生の声を録音をして、これはポッドキャストに配信をしたいと思っています。皆さん全員にインタビューをさせていただきたいと思うので、ぜひご協力いただければと思います。この格好でだいたい 2,3 分のインタビューをするので、よろしくお願いします。はい、じゃあ福島さん。ああ、どうぞ。はい、Code4金沢の福島です。インタビューさせてもらいますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。私からはシビックテック縁日をやります。後ろの方でですね、ヨーヨー釣りと射的の方をご用意してます。あと肩抜きですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、遊んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はじめに、石井さんの話の中で1個訂正したいことがあって、岐阜にルルブはあります。石井さんの思いは汲んでも話は鵜呑みにしないでください。よろしくお願いします。で、後ろになんかいっぱいあるぞっていう感じのものがありますよね。お水とお茶は1人1本お持ちいただけます。で、コーヒーと、急須から出すお茶もちょっと、出すときに飲めますので来てください。で、後ろにあるお酒はここでは飲めないんですけど、お帰りの際に1本ずつお持ちいただけたらなと思って用意しました。それぞれ面白い味とか、なんかすっきりした味とか、僕は日本酒好きなんで結構日本酒の割合が多いんですけど、楽しんでいっていただければと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、次の企画の方なんですけど、私Code4ワインの南谷です。いざ岐阜街歩きっていうようなイベントを組んでみました。で、これ明日の朝明日の朝にですね、やるですね、石井さんを探せっていう
謎解きのイベントがあるんですけれど、そこからスピンオフするような形でできてます。で、謎解きを作るために調べたら結構岐阜市のスポットが面白くてですね、スタンプラリーのアプリを仕込むような形にしてあります。で、ノーコードでスタンプラリーを作る、サービスを提供していただいた会社がありまして、架け橋メモリーっていうサービスで、これ株式会社架け橋っていう岐阜の大垣市のソフトウェアの会社さんの、サービスを利用してノーコードで作ってます。で、 URL かもしくはこちらの QR コードを読み込んでいただくと、もうブラウザベースで、スタンプラリーのアプリが立ち上がるようになっています。で、本来は今日 のホームページと同じで QR コードとかが書かれたカードか印刷物を読み込むような形になっているんですが、ゲリラ的にちょっとやっているので、店舗や場所にはですね QR コードを置けなかったので、 QR コードを表示できるような仕組みの方もちょっと下の方に作っておきました。で、読み込んでいただく とそのスポットに番号がついているので、番号を入力していただくと QR コードが出ますよっていう形の貼り付けになっているので、もしよかったら遊んでみていただければと思います。で、町の隠れた名店とか岐阜カフェとかコーヒー屋さんとても多いです。で、史跡とか信長公に関するものとか、ちょっとなんか謎のスポットが結構あるんですが、これを36挙げていますので、もういつでも行っていただいて、好きに見てきていただいて、他の企画のガイドブック代わりになるかなと思います。お使いいただければと思います。お願いします。おしゃれな名前でアフターセッションなるものをですね、担当しておりまして、私の方は乾杯の挨拶を抽選でするということで、ここにいる皆さん挨拶する可能性がありますので、今からよく考えておいてください。よろしくお願いします。お疲れ様です。コードフォーサケを最近サボってる竹貞です。皆さん、このちっちゃい何やっけ、巾着袋を、ですね、できれば腰かどこかに吊り下げておいていただいて、皆さんのゆかりのお菓子をこの中に入れておいていただいて、飼育員係のようにこう出していただいて、で、皆さんお互いにシェアをしていただきたいのと、あとさっきの本じゃないノート、せっかくなので、なんか誰に何もらったかとか、これこんな風に美味しいから食べてねとか、ノートとかもシェアしながら、お菓子も交換しながら、ちょっと物理的に人と会うの久しぶりすぎてコミュニケーションどうしていいか分かんないなってなった時に、飼育員係のようにお互い餌を交換し合っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、コードフォーキャットの今村です。私からはですね、まず夜、LT 夜の部がありまして、その後に、シビックテック紙芝居というのを用意しています。皆さん、パワポカラオケというのがちょっと昔に流行ったのを覚えていらっしゃいますでしょうか。ランダムに出てくる画像に対してですね、即興でコメントつけていくっていうプレゼン形式ですね。それをですね、私CC サーチで、CC バイと CC ゼロの画像をランダムに生成する、表示するアプリを作りましたので、それで即興でプレゼンをしていただきます。はい、ご参加お待ちしています。よろしくお願いします。はい、コードフォー埼玉の太田です。アフターセッション終わって片付けも終わって、その後、岐阜の夜の街があるということで、夜のマッピングパーティーというのを、開こうと思います。詳細は、よく、決めてはないですけれども、夜に集まって、その行く道すがらとかで写真とかを、撮影して共有しつつ、その日は飲んで岐阜について語らって、それで、ゆくゆくマッピング、オープンストリートマップを充実させることにつなげていければと思います。ただ朝のマッピングパーティーとしてモーニング探してやることになると思うんで、スラックの方で、チェックしておいてください。よろしくお願いします。はい、ということで、17日明日の予定はですね、今話すとみんな忘れちゃうので、また話すタイミングを作りますので、今日の内容分かりましたからね、なんとなく。LT があって、河原でシビックテックを語って、関ヶ原を決めて、歌を作って、美味しいものを食べて、お菓子を交換し、パワポカラオケもできると、そんな企画になっておりますので、ぜひね、楽しんでいただければなと思います。じゃあ、この後、一旦休憩を取ります。で、この後の LT の
発表者になっている方は接続確認を行いたいと思いますので前の方に集まってください。一旦、13時45分まで休憩とします。お疲れ様でした。